か夢見たんですって。はい、夢は2回見ましたけどね。最初はおふくろの夢です。まさに。おふくろはちょうどあの前の年に訓練に入って10月に入ったんですけども、10月の20日に死にましてね。あの癌だったもんですから、出発前にも会ってきましたけど、ほとんど意識がなくて、まあ葬式にも行きませんでしたし。あったんですか。夢の中出てきましてね、出てきてね、お前ずいぶん広いとこに住んでんだね、起きて三尺寝てみて五尺、天下取っても二合半、お前忘れんじゃないよなんてこと言うんですよね。ロシア語は僕はそれほどうまくないんですよ。だけれどもその向こうのクルーがですね、こっちがあこうしてほしいなと思うとね、細かいこと言わなくてもピンとくるっていうコミュニケーションが可能だったっていうのは、これはすごく不思議だったです。あいつどうしたろうななんてとこの辺に立ったりしてね。だからそれはね、仕事の中じゃないんですよ。仕事はね、あの文字通り出張なんですよね。ただそれを離れてね、最後にまあ一応仕事終わって明日いよいよ帰る。で道具なんかもみんなしまい込んで、あとそれまで3時間ぐらい自由だと思った瞬間はね、これはね本当にあともう二度とあることのないこの時間っていうのをどうやって過ごそうか、寝るともったいない、もう窓の外ばっかり見てましたね。ずっとこう向こうにこう湾曲した地球が見える、雲が見える、見ててずっと見てるうちに本当に綺麗だな、こんな光景ってのは二度とないだろうな。だけど こういう場面に俺が立ち会ったってのは一体何だろうかなっていうところにこうあの戻っていくみたいなのがあって、俺は本当に幸運だなっていうのがまずあって、だけどまあ確かに俺は一生懸命頑張ったし、だけどここに色という何者かが色と言ったんでなければ俺はいるはずないんじゃないか。それじゃあ俺がここにいるってのは一体何の力なんだろうか、何かこう予定されてたことなんだろうか、そういう意識で体がギューッとあったかくなるようなね、いい感じだったですね。でその頃も非常にこう涙っぽくなっちゃうというかね、なんかあることでもほろっとなりそうなね、気分だったですけどね。地球を経ってからもう8年近くが経ちました。こうして目を閉じていると